川村美香です。川村のアニメ相談するアップ、皆さんと一緒にですね、アニメ相談室を遊ぼりしていこうというコーナー開催です。はい、ということでですね、生活の彩りを、日々の暮らしにちょっとしたスパイスをなって、ぜひ一緒にね、トライしていけたら嬉しいなと思います。第1回目、ウェーブ、腕のウェーブやっていきたいと思います。波ということですね、こういうやつ、あ、どっかで見たことあるなーって方も多いかもしれませんが、構造を暴いていきたいと思います。はい、まず、指の先から指の先までこんな感じですね。これ頭14等分します。1、2、3、4、はい、こんな感じで14等分します。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、この番号順に 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14、 そう、関節をこう曲げていくわけなんですが、 1、2、3、4、 今何番だったっけってなっちゃうんです。魔法のフレーズをご用意しました。担々麺お好きですか？私はね、担々麺が大好きよ。この番号に当てはめていきたいと思います。わたしはね、たんたんめんがだいすきよ。やっていきます。まずわはちょっとつかむ、わちょっとつかむ。次、たでもっとつかみます。わーたですね。たの時はまっすぐ、わーたしーで手首を曲げる、わーたし、わーで肘を上げます。わーわーたし、わ、このわーの時に上から手首を押してあげるような感じでやるといいと思います。私はねで戻す、私はね、こんな感じです。次はタンタン麺、1回目のタンで肩を上げる、タンですね。まずタン、2回目のタンで胸を出す、タン、ねで反対側の肩を上げる、タンタンね。辛いものが苦手な方はこうワンタンメンでもいいかもしれません。肩胸肩、ワンタンメン、タンタンメン、ガーで下ろします。次は大好きよのフレーズで、だ、肘を上げます。だいで手首を曲げる、はい、手首を曲げるときは上から押して、あ、下から押してあげるような感じ。だい、好きのすで掴みます。すで、きでちょっと掴む、好きって感じですね。好きよって離します。好きよ、好きよ、大好きよからやると、だいすき、私はね、たんたんめんが大好きよ。逆からやると、私はね、ワンタンめんが大好きよ。これが川村的ウェーブの基本構造になります。14個に分ける。お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、これ2回休みがあるんですね。私はねのねと、タンタンメンがのが、大好きよねとががこう1回お休みの時間に入るんです。私はねがお休み、タンタンメンがお休み、だい私はね、タンタン麺が大好きよ。こうなるわけですね。こうお休みをなんで入れたかな。私はね、タンタン麺が大好きよ。あ、タンタン麺好きなんだな、この人って。どうじゃないですか。
してちょっと落ち着いて、私はね担々麺が大好きよ。こういうウェーブしたいなと思ったので2回休んでいます。はい、これはいろんなフレーズに置き換えて遊ぶことができる。あ、明日出張だ、あ、新幹線で行くんだ、明日はね新幹線で行くんだよ、まあ、ただいまって帰ってきて、本日はハンバーグ的気分です。アイドルアニメーションダスラブウェブ編終わりたいと思います。お付き合いいただいてありがとうございました。ぜひやってみてくださいね。ごきげんよう。チャンネル登録しなくて大丈夫で、日々の暮らしにお役立てていただけたら嬉しいなと思います。